浦島坂田さん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 坂田先生のアホの坂田さんの件でいろいろなんか問題が起こってるということで取り扱っていきたいと思います。チャンネル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 登録。もしもし。あ、もしもし。まあ、説明をしてくださるということで、今なんか問題が起こってるんですよね。なんか動画がツイートされまして。はい、動画がツイートされた。はい。動画がツイートされたのは、はいはい、1回その動画が消されて、またツイートされてっていうのがあって、それが今ちょっと出回っちゃってるっていうか。その動画ってのは、ね、何の動画なんですか？坂田さんのリリーベでの録音したもの。あー。リリーベの坂田さんとの会話の録音。はい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 。とあとその録音してた坂田家のツイートとか、はい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 、それが晒されてると。はい、うんうんうん、はい、なんかそれについて坂田さんがなんか発言してたみたいな。昨日配信が11時から配信があったんですけど、はい、本当に始まってすぐにそれについてちょっと触れたいって感じで。うん、動画で坂田家の子に対して言ってることがなんかそのかなりなんか親しげというか、それで好きなんじゃないかみたいなのが結構出てて、はいはいはい、坂田さんはそのそれに対してそのリリーベに来てくれた子たちにみんなで同じような甘い対応してるし、特別扱いとかは一切してないよみたいなっていうことを昨日言ってたんですよね。録音とかに対しては適任とかにできるようにして対応しますっていう感じの。でもその今クルーの子たちが気になってるのってその対応の問題じゃなくて、はい、あのこれは本当に私個人のお話になっちゃうんですけど、はいはいはい、私はその別にお気にとか彼女とか別にそのバレなきゃいいじゃんって考えなんですね。はい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 、別にそこに関してはいいんですけど、その人がめちゃくちゃ不正をしまくってる人で、あ、もう前から問題を起こしてる人なの？そうなんです。なんかそれなりに子さんの方で、前からちょくちょくその不正したチケットでライブに行って、すごい前の方に何度も映ってるんですよね。うん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 、浦島前の不正入場についてなんか問題になったことがあって、うん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 、それ以外でもそのちょくちょく言われてて、でもそのそれについての対応はされてなかったっていうか、それについてが何もなかったんですよね、昨日の坂田さんのお話の中に。ああ、その子が何度も不正していることに対しての言及がなかったと。そう、あとその子だけじゃないと思うんですよね。あ、実際探せば不正で入ってる人がいるだろうね。それに対しての対応とかについての説明って、うん、その坂田さん以外も誰もしていなくて、はい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 、未だに改善されないのはどうなんだろうっていうのとか。それさ、アカウント分かってんすか、ツイッターの。 DM に送らせていただいたんですけど。これタッツって人？あ、そうですね、この人が不正入場とかをしてた感じで。そうなんだ。クルーの間で言われてるので、はい、もう一つあって、その、はい、動画で見ていただけましたか？動画、まぁ、あ、ちょっと流せないんで見てないんですけど坂田さん以外にもそのシマさんとセイナさんの声も入ってて、はい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 、シマさんとセイナさんのその声に関してはその作られたものなのか、実際楽屋招待とかそういう時に同じように録音したものなのかっていうのが分かってなくて。あ、リリーベって坂田さんオンリーのやつだったの？隣でシマさんとセイナさんがいたってだけじゃなくて。そうそう、マジでそのシマさんとセイナさんの声が何なのかっていうのが分かってなくて、対応してなかったのかなっていうので、なんかさらにちょっとごちゃごちゃになっちゃってるというか。なるほどね。まあっていう外役をしてるのがこのタッツって人ね。わかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、いやいや、ありがとうございます。こんだけ不正してもライブ来れるって、これ、出来になるんじゃないの？さすがに。早くすぎたら。盗聴なんてね、ガチなのね。やばいことですけど。音声流したいけど、盗聴動画だから流せないな。流していいんだったら流すんですけど。ポケくんだけ確認。ああ、する？じゃあ俺だけ確認。ちょっと待ってね。これ、音聞こえる？これ。聞こえないよね、これ。聞こえない？ OK。俺も聞こえなくなっちゃった。ただほんまや。いや、なんか今聞いた感じはなんか浦島坂田戦のメンバーと一緒にいるかのような感じの音声だね。これをつなげてんのかどうか知らんけど、なんか、まあ、坂田さんの声でえタッツみたいなのは言ってる。なんか結構来てくれてんのよこの子みたいな。てか、なんで女って盗聴したがるんやろな。なんかさ、めちゃめちゃ暴力とか振られてて、その証拠を取るために盗聴とかならわかるんだけど、別に何もされてない人の盗聴ってこれ、どういうことよ。マウントを取りたいのか何をしたいのかわからんけど、なんかアホらしいよね。
この後坂田さんがですね退場していまして、簡単に僕が聞いてね事の事情を説明するんですけども、前の時の不正は一切認めてないと、てか認めることはないと。で今回の件で問題になってる子はもう出禁対象になってると。まあそれまでもね出禁対象になった子はいるし、そういう対処もしていると。本当に悪質な子にはもう法的処置も取っていると。さらになんで不正入場とかそういう子した子にファンサするんだっていうなんか話もあったらしくて、まあそれに対してはそもそもこちらとしてはその子が確実に不正入場したかっていう証拠も自分自身分かってないから、そのエリアだけファンサしないってなるとそれもそれで問題になると思うから、まあそういうのは関係なしにファンサとかしてましたみたいな感じのことを言ってましたね。とりあえずこれで今回の件は伝わって終わったんかな。まあ出禁対象になったって言ってるかもうないんだろうね、なんか今回問題になった子は。隣の坂田さんが謝罪配信を取るまでもう大きい事態になったよという感じになってましたね。今後もそういう不正する子がいたら多分出禁対象になったりするんでしょうね。じゃんじゃん、なのか分からんけど。盗聴なんてしちゃダメなんだぜ。